近あんた変だよ。顔色は悪いし、何言ってるか分かんない時あるし。自分でも分かんないことが多くてさ。なんだこれ。ちょっと聞いてんの？聞いてるって。は？死んだ？朝部屋で死んでんのを母親が見つけたらしい。今まで死んだ人たちって浮気癖のある男ばっかりなんだって。浮気とか最低っすよね。おいおい何言ってんだよ、こいつだって。ああ、たくたちの悪い。浮気とかしたら許さないからね。はい。ヴィンセントか、キャサリンを知ってるな。え？誰だ。最近俺も変な夢見るしな。マジかよ。死なれるのと殺されるのどっちが好き。頭がおかしくなりそうだ。またあれに襲われる。おかしくなりそうなのはこっちなんだよ。あなたは何を手に入れるのかしら。え、あなたは伝説の男になれるのかしら。疲れてんのかな。